こんにちは。はい、DIY ジャブの鉄でございます。はい、キッチンリフォーム。はい。前回ね、この屋根を塗りました。塗ったね。相変わらずここはポコッと開いてるんですけども、とりあえずこれは保留しとくとして、はい。こっから一番の難関に入ります。床です。まあ、この床はね、このフローリングを張り替えたいんですよ。はい。だけども、フローリング張り替えじゃ終わらない理由がありまして、はい、これね、微妙にね、ここら辺まで水平なんだけど、ここから下がってるの。昔は、ここか、ここまでしか部屋がなかったらしいんですけど、らしいんですよ。だけど、ここに、これちょっとね、ここに跡が残ってるんですけど、お勝手口がここにあって、うん、こっから実は外だったんですよ。それをこう、なんていうんだ、リフォームじゃねえや、増築。こっから向こう増築したんですけども、あ、だからこの変なあれなのか、なんか不思議な形になってるの、そのため。うん。で、向かいこう増築したんだけども、その時の基礎がどういうわけだか、もともと下がったのか、沈下したのか、歪んだのか、原因はわかりませんけども、ここから下がってるわけです。はい。で、これをなんとかしたいというわけで、無謀な挑戦なんですが、うん、フローリング剥がして、その土台となる板も剥がして、うん、そんでもって、この根だっていうのかな、この床の基礎になってる部分、これをなんとか水平を取ってもう一回張り替えるチャレンジをやってみます。はい。もちろんこんなことやったことございません。はい。そもそも木工自体苦手だからね、俺ね。俺得意マジで、うん、あ、素晴らしいスケッチだ。ということで、ここからね、スリッパじゃない、お片付けて、ここから靴。はい。さあ、サトシ君がこの作業をやりたいやりたいって言ってたからな。、うん、もう片手にバール持ってるし、靴を履きます。そして持つ道具はバールおよびハンマーでかいですよ。あのですね、あのキッチン、古いキッチンを撮ったらですね、なんと昔の床が出てきまして、多分これが一番最初の床。で、その後に上に貼る、これなんて言うんだろうね、なんまあ、上に床の上にフローリングを貼るっていう方法で、今このフローリングが貼られてる状態です。はい。だから多分やり方として、ここからバール突っ込んでこうバリバリ入っていくんだけども、うん、せっかくね、ちょっとネットでフローリングの剥がし方とかいろいろちょっと調べてみたんで、それちょっと一回やってみようかなと。多分どれだ、次目どれだ、これ、うん、普通お正解。さすがさすが。ここら辺4マス。じゃあね、これだ。これに突き立てる方法でやってみようかと思うんですが、うん、できるかな、ちょっとやってみよう。すごいな、罪悪感めちゃめちゃあるんだけども。はい。どうだろうな、やってみます。はい。大きい丸の方がちっちゃい丸の方がいい、怖い。見てみれば、これでこれ叩けば、よし、ちょっと離れて行ってみます。はい。なんかね、すごい嫌な気分、すごい嫌な気分、これ。手にやってもらっちゃうかねえや。いいよ。あ、心臓、心臓にあるね。どこに入れて、ちょっと気分悪いの、これね。ごめんなさい、ね、うん、ちょっとごめんなさい。おお、ワイルド2個必要だね、やっぱり2本いるね。で、バイバイやっていくしかない。あ、なるほどね。おお、こうなってんだ。昔の床の方がね。すげえ。
こんな感じでバリバリ入っていくんだけども、なんかこう技術的なっていう、なんかこうなんていう、両親がすごい心が痛い。これ聞いてる方も見てる方もちょっとこんな感じでやっていきます。はい、これあ、出た。ん、釘が結構抜きにくい。結構量あるんじゃないの、釘の。これがね、うん、面白いのか、こんな釘使ってんだよ。これ見えるかな、細長い、すんごい細長いの、ひょろーんとした釘。なんか鏡みたいね。これでもさ、うん、どうやって打ち込んでんだろう、こんなの。機械かね。あの、ちなみに、あのフローリングを剥ぐということは、いずれフローリングを貼るということで、これをやんなきゃいけないんだよ。ですよね。確か覚えてて、パスン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 って。で、多分ここに、あの、値段が通ってんだ。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、なんていうの、ボンド。フローリングボンドって、うん、こういう風に貼るもんなのかな。研究してた。だね、こういう風に貼ってるね。あ、本当だ、めったりじゃないんだね。なんか中見たらこう言ってたんだけど、うん、まあいろんな貼り方があるのかな。まあそんなこんなで、あの、確か釘ね、釘気をつけて。釘は必ず金属のゴミはこれ、うん、釘を全部確認して抜いてやっていきます。大事気になりますね。頑張ります。はい、これですね、うん、この釘細くて普通の釘抜き機だと頭が引っかかんないから、この西洋釘抜き機これいいよ、これ。うん、釘の太さ関係ないから、自分もやってみたら本当すごい。そうそうそう、確実に抜ける。楽しい、いいね。でさ、これ釘でも、もう見れば見るほどにはもう、これどうやって打ち込んでんだろうね。うん、手で打ち込めるのかな、機械じゃないとダメなのかな。なんだろう、どうなんだろう、すげえちょっと不安になってくる。よいしょ、あよ、危な。はい、取れたぞー、取ったぞー、取ったぞー。ちょっと字が違う。挨拶君、なんか勢い余って違うものを剥がしますが、それが2枚目のフローリングだね。うん、これか、だから下にあるベースのフローリングがこれ下に 何もないんだ。直だったんだね。あー、こんな感じで、おお、床下が、床下があらわに。さしこ、お疲れ様です。そろそろ切り上げましょう。今日はこんなもんだ。ありがとうございました。とか、お疲れ様でした。気をつけてな。さし、こういう作業好き？うん、好きか。すごい血筋だね。